暗闇が影がちょっとしばらくトラウマになりそうです どうも島田秀平です。始まりました島田秀平のお階段巡り。皆さん今回も見ていただきましてありがとうございます。さあ今回も来てくださいました階段師城谷渉さんです。お願いいたします。怪異な世界の水先案内怪談師の城谷でございます。どうぞよろしくお願いを申し上げますやめろそって表情作るの、グッて怖い顔するのだってそこはやらない。怖いんだもん。前回のね高橋さんの日本人形、はい、いやもう本当にねマジで怖かったですね、うん、もうシンプルに怖かった。あれ実はその続きがあって、あの後すぐにね塩谷さんのチャンネルの方で高橋さんの日本人形完全版撮り直ししていただいて今上がってますんで、皆さんぜひぜひねそちらチェックしていただきたいと思います。もちろん見たんですけど、はい、続き、はい、もうちょっとねすごかったですね。そんなことがあったんですね。そうなんです。あれはちょっとなかなかすごいですね。自分でもいくらかこう体験がありますけれど、やっぱり忘れられない体験の一つですね。チャンネル名が城谷の世界城谷怪談というチャンネルでございます。はい、皆さんぜひぜひお願いいたします。概要欄貼っておきますね。はい、でね、はい、城谷渉さんっていうとね、まあ、去年初めてこのチャンネルに、ね、出ていただいて、そこからこうねもうギューッとこう仲良くさせていただいてるんですけど、もう僕からと普通にねもう超一流の怪談師だけど、普段はなんかすごい可愛らしい一面もあるみたいな、この感じこの感じなんですよ。だからなんか普通に渡るとか呼んじゃうぐらいのね中でいさせてもらってるんですけど、なんかこうちょっと怪談に対するその気持ちとか結構ここ最近で変わってきたみたいですね。ああ、もともとは、うん、じゃあ今日もお話ししていただきたいと思うんですけども、はい、今回どういったお話になるんですか。今この収録のスタジオの中も最小限の明かりだけでございますけれど、闇にまつわるお話を聞いていただきたいと。で、闇っていうのはもちろんこういう光があったその裏側の影の闇という、目に見える闇もありますけれど、もう一つこう胸の内にすく闇というのがあって、はいはい、でこの両方の闇が微妙に重なり合ってしまった時に何が起きちゃっただろうという、そんなお話でございます。体験されたのはアリサちゃんという、その当時でね24か5だったんですね。お客様で来ていただいてた方ですけど、銀座のホステスさんってその当時はなんだかお店のねナンバー2だったそうですよ。でとっても可愛らしい見た目で、だけどご本人さん階段が好きだって言って随分こう階段聞きに来てくれてたんですけど、ある時その私も実は体験がありますでそれ話したら、城谷さんどっかで話してくれますかって言うから、ああいやいやぜひ聞かせてくださいって言いましたらね、このアリサちゃんという方がもともとは大阪のお嬢さんです、うん、で、まあ、実にその親御さんに可愛がられて育って、でも自分自身でも甘やかされてんなって分かってたそうですよ。で高校卒業を控えて、勉強好きじゃないからもう高校を出たらばどっかお仕事についてもう社会人になろう、だけど社会人になるにあたってそれまでずっと実家ですから、いつまでも親のすねかじってるんじゃこれは私いつのタイミングで自立できるか分かんないと、よし一人暮らししよう、うん、で思い立ったが吉日で、早速親御さんに言ったら大喜びしたんです。まああんたが自分でそんなこと言い出すと思わなかった、もうパパもママもあんたのこと応援するからね頑張るなよなんて言われて、任せてって言ったまでよかったんですね、うん、ところがいざその一人暮らしの部屋探しっていうことになったら、
初めての時に誰にもアドバイス仰がないと、うん、何見ても同じように見えるわけですね、うん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 、ただ四角で数字が書いてあってでそれまだ18歳のお嬢さんですから、そのうち飽いてきちゃったんです。でまあいやって売っちゃっといて、ところが月日が流れていく、親に一人暮らしするって言った手前、やっぱり部屋決まんなくてって言えないんですよ、うん、どうしようどうしよう、私卒業したら一人暮らししなきゃいけないのにと思ってる時に、おそらく不安という心の闇が生まれたんです、うん、そうこうしてるうちに、高校別だったんですけど、中学の時から仲良くしてたかなちゃんっていう女の子からたまたま電話が来て、アリサ何してる、別に何もしてないよ、どうして、あのさ卒業前に遊びに行こうよって言うから、あいいねって言って気晴らしだって待ち合わせをして、で大阪の市内こうウィンドウショッピングしたりなんだりして、で夕方近くに喫茶店に落ち着いて2人でこうコーヒー飲んでたら、ひょんなことからアリサちゃんが実は自分一人暮らししようと思ってんだけど部屋が見つけられなくて今困ってんのって漏らしちゃったんですね、うん、それ聞いたかなちゃんが、私も一人暮らししようと思ってて、いや部屋はあるんだけどさ、ちょっと不便なところだから一人でどうかなと思ってたのね、アリサルームシェアしないって言われて、うん、渡りに船だった、うん、アリサちゃんはその手続きが面倒なんです。でこのかなちゃんの方は手続きは済んでんです。だ不便だ、何か交通の便が、任せて私免許取ったから、で親が一人暮らしするのお祝いだって軽自動車を買ってくれる約束になってるから大丈夫じゃん、いいねいいねっていう話になって、トントン拍子に一人暮らしが決まりました。早速引っ越しの当日です。二人詰められるだけ荷物を詰め込んで、で新居の住所をカーナビに打ち込んで、アリサちゃんの運転でその場所を目指したんですが、その場所というのが岸というところなんですね。でこの大阪の岸っていうところが非常に田舎で、うん、途中までは楽しいんですが、どん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 こう寂しくなってきます。景色が本当にこっちで合ってるかな、そのうち田んぼと畑ばっかり、あれさすがに違うんじゃないって言ってたら、行く手の先になぜっていうようなアパートが一棟ポーンと出てきた、うん、他に現代的なものといって誰が使うかわからない月決めの駐車場、うん、でこの道路の端のところに自動販売機が見えた。近代的なものそれだけだったそうですよ、うん、後ろに山を背負ってそのアパートが一棟出てきて、あれじゃないっつったらそこだった。うわーこんなところにアパートあんだねって言って、とりあえずそのアパートの駐車場に車突っ込んだ。たらかなちゃんが、私先行くよって言って鍵持って、で手に抱えられるだけ荷物持ってバタンと降りてきました。でアリサちゃんも、うんうん待って待って行く行くっつって、で自分も荷物持って運転席のドアガチャッと開けた瞬間にさあっていうような感じがするんです、うん、アリサちゃんちょっと勘の強い方です。すぐに分かった、あ何かいると思ったんです。ところが自分屋外ですね。でもあまりにはっきり感じるから目凝らせばこの駐車場のどこかに何かいるんじゃないかと思って降りるのを躊躇してこうやって見た、いないんです、うん、じゃあ気のせいかなと思って駐車場に降り立った。いや気のせいじゃない、その嫌な感というのが一層強くなるんです。バタンドア閉じて、どっから来るこの感じと思いながら、とりあえずはアパートの入り口に行きました、うん、かなちゃんはもう先に入ってる。カラ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 、共用の玄関を全開にして、どっから来るのかなって、アパートの敷地内建物の中にふっと一歩踏み込んだ時、これご本人さんが言った通りに申し上げます、はい、トプンって言ったんです。トプン、はい、まるでゼリーというか液体というか何かそういうものの中にふっと踏み込んだような感覚に襲われて、あ駐車場じゃない、この中だと思った、
よほど強いものがいる。その建物の中にいる何かの気配が全部駐車場に流れ込んで、やばいとこ来ちゃった。もうそのうちに見えると思いながら、とりあえず階段をカン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 、自分たちの部屋のあるフロアめがけて登っていきます。どんどん濃くなります。それにしては姿が見えてこない、正体がわからない、なんだこれはと思いながら、いよいよフロアに着く。廊下が伸びておりまして、片側にこう玄関ドアがこう見えています。カン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 と進んでいく。視線の先はもう先、かなちゃんが自分たちの部屋のドアを開けて荷物をこう間から入れてるんです。でその様子を見ながら、意識はずっと何だろう、どこだろうと思ってた時にようやく気づいた。廊下歩いていきながら、まあ、明かりがついていても光が入ってきてても、どこかしらに影ができますよね、うんうんうん、特にこの四隅というのは暗いですよね、はい、そこだったんです。これうまく言えないんですけど。いいですよ。何ですか。なんていうか、その影の中に何かがいたんじゃなくて、影そのものに目がついていて、じっと目を閉じてる感じで、私が通り過ぎた後、通り過ぎた後、後ろになったその影が一斉にパチッて目を開けて自分のことを見てる感じなんですっていう。刺さるような視線だったんです、うんうんうん、どこかに生まれているその影が一斉に自分の視覚に入った途端、自分を見てるんです。うわ、これだと思ってたら、いつの間にかもう部屋に着いちゃった。でかなちゃんが、あ、どうしたって言うから、あ、ごめんごめん、荷物入れるねって言って、ただこの時気が動転してたんでしょうね、ノブに袖引っかかっちゃったんです。で半開きにしてあったドアがキーッと閉じてきちゃった。まだ初めての部屋だから電気のスイッチ分かんないんですよ2人とも、はいはいはい、で、ああ閉まってきちゃう、え、待って待ってって言ってるうちに、ギーガチャンって言った瞬間、うわっつって、はい、かなちゃんが悲鳴を上げた。電気つけて電気つけてって騒いでるから、手探りで壁をこうやってパチッと明かりがついた。かなちゃん真っ青な顔で今閉じた玄関の内側の扉をこうやって見てるんです。これ何って言うんで、ありさちゃんもパッと見ると、その玄関ドア上の方から結露がビッとついてる、うん、人が長いこと入ってなかった部屋です。寒暖差のない、まあ、春先です。乾燥の激しい季節に結露なんかつくわけがない。おかしいですね、ところがバタンとやった時に、その拍子ピチャッとその結露の水分が手について気持ち悪いって悲鳴を上げたんだって言うんです。あ、びっくりした、なんだ結露じゃんって言って、ごめんね、じゃあ私さ先部屋決めていいって言って、かなちゃんがトントンと中上がってきました。変だなと思いつつ、ありさちゃんが、あ、いいけどさなんて言いながら、かまちにトンって一歩踏み込んだら、足の裏がピチャって言った。玄関ドアだけじゃないんです、中の部屋の床といい壁といい全部にプッと結露がついてた。先ほど感じた視線といい、このアパート何かあるなと思いながら、二人暮らし始まったんです。自分は勘が強いし、姿が見えないものだから、なんか持ってかれるんじゃないかと不安に思っておりましたが、影響されたのはアリサちゃんじゃなくてカナちゃんだったんです、はい、非常に女子力の高い子で、お化粧もまめにするし、身綺麗にしてる子がそこに越してからお風呂には入らない、服も着替えない、髪に櫛も入れない。でだんだんそのうちに話してても上の空になってきますしね。で3日ぐらいしてさすがに気になっちゃって、どうしたんだろうこの子、新しい環境になれないのかな、彼とうまくいってないのかな、いろいろ想定してみるけどどれもピンときません。もしかしてこのアパートにいる何かかなと思った時だけカチンって一致するんです、感覚が、うん、で一生懸命その考えを振り払う。本当になっちゃったら嫌だ、なんか取り付いてたら嫌だと思ったから、それでもどうしても気になります。その日晩ご飯の時に、かな
最近大丈夫って聞いた。そしたらかなちゃんがぽーっと遠く見てた。それがありさちゃんの方にふっと向き直って、ああって言ったそうです。この時に聞こえた声ってのが女性の声ではなかったって。低い男の声に聞こえて、あ、これ以上話したくない、うん、ごめん、何でもないって言ってその場やり過ごしちゃったんですね。大丈夫かなと心配に思いながら10日ぐらいして、まあ、2人とも お勤め先決まってましたんでね、うん、どちらも夜のご商売だったんですが、その日かなちゃんが初出勤だっつって、まあさすがに表出ますからこの日はきちんときれいにして、アリサごめん車借りていい、あいいよ、あ今日そうか出勤か、うん、ちょっと遅くなると思う、夜中のね3時とかなんじゃないかな、あいいよいいよ気をつけてね、うん、じゃあね行ってきますって、じゃらっと鍵持ってバタン、うん、トン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 ガチャバタンコ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 ンって出てっちゃった、はい、ああ少し元気な風だけど大丈夫かな、今日遅いのかと思いながら、自分もその後夕ご飯を済まして見るともなくテレビを見ながらぽーっと時間やり過ごしているうちに深夜12時です。はあもうこんな時間だ、寝るかと思ってテレビパチンって消した瞬間にさーってきた、うん、あいけない、二人で暮らすようになってどこか気がそぞろになっておりましたが、あの影が自分を見るという感覚が残ってるわけですよ、うんうんうん、テレビつけてて音が聞こえてる、映像が流れてると気が紛れてた、消した時にはたと気づけば向こうの部屋もトイレも玄関もあちこち明かりが消えて暗いんです。明かりついてるのリビングだけです。これまずいやつじゃないと思った時に、確かにその暗がりがふっと目を開ける感じがしたって、やば、寝室に行きたいけど寝室暗いんです。そこに行くのと思った時、ドン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 、ドン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 、え、玄関でした。誰か来た？黙ってるとしばらく静かです。隣かな？ドン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 、ドン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 って言うんです。間違いなく自分の部屋の玄関ノックしてる。カナって聞いた？返事はありません。いや、カナちゃんなはずがないんです。早くても3時ぐらいになるって言ってる人が12時に帰ってこない。じゃあ誰がノックしてんだろう？カナだよね。ドン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 、どうしよう、なんか来てる、玄関の向こうなんか来てる、減ってない、視線が落ちた時に頭の中真っ白になりました。部屋の暗がりが半径50センチの位置までギュッと狭まってたから。え、電気は普通についてるんです。ところがお部屋の中の闇という闇が自分をギュッと近くまで、あ、囲まれたと思った時にふーっと意識遠くなって、頭の中に、おーい開けて、おーい開けてって聞こえます。それ聞きながら、あ、いけないと思ったらプツッと意識がなくなって、カチャンバタン、トン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 、カチャン、あれ、アリサは寝てんのって声がする。ふっと目を開けたら、これは本当のカナちゃんでした、ね。あんた何してんのここで。カナ怖かったよってわっとしがみついた。何何どうしたの。アリサちゃんここまででかかったんです。ところが変なこと言って怖がらしちゃいけないと思うから、ごめん怖い夢見たのってその時はそれで終えちゃった。でこれを境にカナちゃんの様子が元に戻ってったそうですよ。で、あれだけ自分を見つめていた視線も感じなくなって、確か聞いたことがある、人間が生きたものが住むようになったらそういうものは一挙どっかいなくなってしまうんだと。若い元気な女の子2人で今度住んでる。
あれは最後の脅しだったんだなと思って、ちょっとした後2人のお仕事のお休みがありましてね、ずっとこの田舎に引っ込んでるからたまに街中にディナーに行こうと、で2人おめかしをして、でこの日はかなちゃんが私運転するわって言って運転席に乗っかった。でありさちゃんが悪いねなんて言いながら助手席バタンって乗っかった時に、ああいけない、化粧ポーチ置いてきたと思って、かなごめん私さポーチ忘れた。えマジで、うん、いや違うの、あのね茶の間のねテーブルの上に置いてあるから、ごめん取ってくるからちょっと待ってて、ここにいてくれていいから、ごめんごめんって言ってバタンタッ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 カラ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 コン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 カチャンギーバタン。思い出してみりゃ茶の間のテーブルの上にポンと無造作に置きっぱなしになってる、ちょっと取って出ていくつもりだからこの日油断をしております、明かりをつけなかったの、うん、リビング入ってく薄暗がりの中に、あポーチがあった見つけたぞってひょいって手をかけた瞬間、自分の周りの暗がりという暗がりが一斉にババ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 バッと目を開けたっていう、あしまった明かりをつけてない、これまでに感じたことのない感覚です。ビーッと刺さるような感じで360度囲まれた、いやもうダメだここにいちゃいけない、何があってもとにかく表に出なきゃと思ってポーチひっつかんでくるっと厳しそう返した時、首にシュルッてなんか巻きついた、くるくるっといってキュッと閉まった、パッと反射的に手をやったら握りしめたのがマスコットのお人形。このマスコットのお人形はこのリビングの電気の紐の先についているマスコットでした。ただありえなくないですか、お部屋の電気の紐せいぜい20センチか30センチそこそこですよ、うん、それがシュッと二巻き首に巻きついたんです。そんなわけないと思うけれど、キュッ閉まったと思うから必死にこれを引き外そうとした、キュッと閉まった。その電気の紐の先は電気につながっておりません、自分の後ろ斜め45度、そのあたりからキュッと何かが引いてるのがわかる、首がギューッと締まっていく、ギャーッと悲鳴を上げてどうにかこれを振りほどいてバタバタバタッと下まで降りてって車に乗り込んだんです。バタン、もう限界、ボロボロ泣きながら、かなごめん私ね怖がらせちゃいけないと思って黙ってたんだけど勘が強くてね、あそこのアパート越してきた時からああだこうだって今自分こんな目にあったのもう無理かもって言ったら、最初驚いて聞いていたかなちゃんが、ああありさ大丈夫だよ死にはしないからって言ったんです。えって言ったら、かなちゃんの首にうっすらと細い擦り傷の跡があった。実はかなちゃんも霊感が非常に強くてあの部屋に何かいると思っていたそうです。ところがありさちゃん同様この子怖がらせちゃいけないという気遣いから黙っていた、何かが首に巻きついたことはすでにかなちゃん経験済みだったそうです。じゃあここはもう住まえないねということで2人それぞれに実家にお帰りになったそうですが、そこからルームシェアまでしてたのに2年3年音信不通になって、久方ぶりに電話が来たと思ったら何ら変わりない、ねえ遊ぼうよってから何かあるかなと思って待ち合わせ場所行ったら以前と変わりないかなちゃんの様子で、くったくなくその日二人は遊んで、もともと親友ですからね。ただこうなった以上は気になるのはあの岸のアパートだと思って問いただしてみた。ねえそういえばさかな、あそこの岸のアパートいる時ちょっと様子変だったじゃん、何見てたのってこう聞いたら、かなちゃんが初めてふっと顔を上げて、ありさ電話でも言ってたけど岸のアパートって何って言ったそうですよ。え？まるであの岸のアパートで過ごした期間のことを覚えていなかった。で実はねアリサちゃんこのことを話してくれた時に、いやきっとあの子なんか取り憑かれてたと思うんですよねって言いながら、目がうつろなんですかって、それこそこのぐらいの距離でお話ししてんです、なのに僕のこと見ないんです、ぽーっと遠く見ながら上の空でこう話してる感じなんです、うん、
でその話してるご様子を見てるうちに、果たして本当に取り憑かれていたのはかなちゃんだったろうかと思ったんです。アリサちゃんは確かにかなちゃんとおよそ1ヶ月間そこのアパートに一緒に住んだと思ってますが、アリサちゃんはかなちゃんによく似た別の何かと一緒にいたんじゃなかろうか。心の闇と目に見える闇、これがある瞬間ふつっと重なって体験された、そんなお話でございます。かなちゃん、ね、住んだことを覚えてない、本当は住んでたのにそれを忘れちゃってるって考えるより、本当はかなちゃんが本当住んでなくて、はい、アリサちゃんがかなちゃんと住んでたと思ってる、はい、って考える方が何倍も怖いですね。そうなんですよね。うわー、1ヶ月間、1ヶ月だそうです、およそね、およそ1ヶ月だそうです。いや本当途中ね、はい、僕はなんとか自分を怖くないようにしようっていうこと か、はい、なんか暗闇が迫ってくるとか、うんうん、視線を感じるっていうので、うん、なんか女の子2人だし、うん、真っ黒クロスケ、はいはいはい、ポトロのね、はい、ああそういうことなのかな、だから宮崎アニメ、はい、ね、いろんなこう昔からのね、そういう精霊とか、ね、出てくるけども、そういうことがあってそれをファンタジーで描いてたのが真っ黒クロスケで、はい、実は真っ黒クロスケちょっと怖いけども本当にいるのかなみたいなことで感じてきてたんですよ、うん、はい、でもその後ね、首くるくるってあったりとか、そうなんです、あとこうね、中に入れてっていうような、ね、はい、声が聞こえてくるとか、うん、それどころじゃないような話でしたね。そうですね、狙われていたんでしょうね、なんかそのお話を伺う感じでいくとね、闇が迫ってくるって、これ真っ黒クロスケだと可愛いけど、実際にそれを自分が体験したというふうに仮定するとちょっとパニックどころじゃないんですよね。めちゃくちゃ怖いですね、はい、もうどうしよう、なんか暗闇が全部怖くなってきちゃいますこの話聞くと。これでも僕も話伺った直後はしばらくやっぱり気になりましたね。ね、ただもう全部部屋明るくして、もう影がある部分をなくさなきゃって思っちゃう、はい、ちょっとでもあったらなんかそこになんかパンってこうね見られてんじゃないかとかっていう感覚になっちゃいますね、はい、うわ、やっぱり光があって闇がありますけど、闇ってうわ意識すると絶対にやっぱりあるもんだから、はい、闇を意識しだすとめちゃくちゃ怖いですね。怖いですね、怖いです。だその完全に真っ暗っていうのも怖いけれど、いっそ隙間なく真っ暗だから、だけどこちらの部屋が明るくて、でちょっと目線やると向こうが暗いって、こうなるとこれは僕はてきめんに嫌だなと思ったんですよね。あー、もうなんか暗闇が影がちょっとしばらくトラウマになりそうです。闇でございます。ありがとうございました。ありがとうございます。すげえな、やっぱなんかもちろんね、お話もすごいし、その情景描写とかもすごいんですけど、もう、ね、やっぱね、怖くないとこも怖いんですよ。白谷階段ってずっと怖いんですよ。これ本人は分かんないんですよ。あのね、はい、結露って、あんだけ怖がらせられる人日本にいないですよ。いやいやドアが濡れてたっていう結露で、まあまあ不自然なんだけどね、でも結露であそこまでこうね、うんうん、そうそう怖く話せる方さすがですね。もう何話しても怪談になっちゃうんだろうな。いや、ありがとうございます。ありがとうございます。皆さん、もう珠玉の怪談たくさん、はい、上がっております。白谷さん YouTube チャンネルやられております。チャンネルもお願いいたします。白谷の世界、白谷怪談というチャンネルをやらせていただいております。はい、ね、皆さん今後も闇には気をつけていただきたいと思います。本当にありがとうございました。ありがとうございます。ゲストは怪談師の白谷渉さんでした。ありがとうございました。ありがとうございます。もともとは、うん、自分自身怖いのは苦手ですし、うん、あとそのお芝居やってた時もお客様がわって笑ってくださったりとか笑顔になったりとか、
あ楽しかったっていう風なのが好きでこう表に。だって北海道のね小樽出身で、若い時札幌の方ではね自分で劇団立ち上げて、主催でもう10年以上ね活動されてた時期もあったんですもんね、まあ、アマチュアですけれども、だけどそのある時期にその階段と巡り合って、で、まあ、自分でも体験あるしでやっぱり聞いていただく皆様は怖いのが楽しいって言ってくださるから、だ怖いの怖いのってこう頑張ってやらせていただくんですけど、でもやっぱり最後お客様がこうくったりされたりとかね、なんだか本当にこんなになってしまってっていう、だそういうことをずっと続けているということがちょっと自分の中で苦しくなってきてたんです、ずっと。本当は楽しいことを楽しんでほしいはずなのに、怖がらせてる自分ってどうなんだみたいなことですか。そうですそうです、でその陰と陽があった時にどうしても階段って陰陽で分けるといいんじゃないですか、だなかなかそのハッピーにっていうところが、まあ、自分に言い聞かせてたのはその昔圓朝師匠という落語家さんが陰を持って陽に転ずという、あの陰陰とこうすることで逆に陽に持ってきなさいよというような言葉残されてるのを知るべにはしてましたけれど、自分がどうだろうってそれが叶ってんだろうかと思ってたけど、なんか今年に入って、ふっ切れたんです。最近の話？最近です。今年ってまだね間もないですけど、そんななんかあったんですか、出来事が？いやもう間違いなく去年の夏にこちらに呼んでいただいて、それがきっかけです。楽しいんです。いやあのだからこっちに来ていただいた時は、あ楽しいみたいな、うわ嬉しいっていう白谷さんじゃないですか。はい。それがでも本来でしょ？そう、そっちが僕だから、いやそっちが僕、階段も僕ですけど、いやそういう白谷さんなんだけど、階段に入ったらビチってこうね、決めてくっていう、なんかそのギャップがもうこっちは引き付けられてファンになっちゃってるんですけど、そういうことなんじゃないですか？こっちがだから、まず楽になったと。そうですそうですそうです。それ何が楽になったんですか？一生懸命階段をやるのはこれから先ももっともっと頑張ろうと思うんですけど、お客様に聞いていただいて、で、まあ、こちらなんかはもう皆さんね、スタッフさんも含めてたくさんの方関わっていただいて、だそういう中で何かこう表現をするというか語るというか、その階段はもちろん怖くやらなきゃいけないけど、その場にいて楽しいっていうのは否めないか ら、 だからその楽しいは楽しいでいいんだなっていうこと。なんか本当ごめんなさいね、すごくこう自分の中では大きな転換期っていうかね、心の変化だと思うんですけど、普通のことなんじゃないですか？ああそうか、階段が楽しいでやってる、で怖がってもらいたいっていう、なんかそのそれってもともとやっぱこういうのが好きだから話されてるわけだし、そこに気づいたってことなんですか？そうですね、そのことが一つあると思います。でもう一つはきっと階段はこういうふうにあらねばならないという自分の中のちょっとその偏った考え方みたいなものがあったんじゃないかなって気がするんですね。でその階段といってもいろいろな階段がありますよね、うんと怖いものもあれば、笑えてしまうようなお話もあるし、でそういった階段全部階段だなっていうか、で自分はこういう階段じゃなきゃ語っちゃいけない自分に課しているものみたいな、ね、そういった制限を、それは縛りつけてたのはひょっとすると自分の問題だったんじゃなかろうかということですね。だから非常に語弊覚悟で申し上げると
そのもちろん実体験の時はこれは実体験ですという前提で語らせていただきますけど、実体験に限らず怪談っていっぱいあるじゃないですかね、うんうんうん、昔から伝わってる話もあれば都市伝説というものもあれば、だそういったどれも境界線を持たずに自分が面白いなとかこれを聞いていただきたいなっていうお話は語らせていただいていいのかなというふうに思ってはいるんですね。ちょっとさっきからずっと思ってたんですけど、うん、プロフェッショナルに出ようと思ってる？あ、なんかもうそれはちょっとオフレコめちゃめちゃかっこいいなと思ってさっきから。いやいや、だって聞くからか語ってるなと思ってましたよずっとまたそうやってずっとすがし顔流れてたよね、頭の中でずっと何回かなんかそう自分に酔ってるなっていうシーンありましたもんね。いや違う違う違う、 俺今いいこと言ってるなみたいな瞬間あったよね。あっただろ今ちょっといやそんなことないんだけど、ただなんかすっごく分かります。僕はその怪談に限らずですけど、はい、別に何やったっていいんですよね、うんうんうん、なんかその僕もね、その昔号泣という漫才コンビで、はい、なんかそういった番組で号泣の漫才ってこうだみたいな風に、うん、別にねそのたくさんの人から言われたわけじゃないですよ、たまたまちょっとこう評価してくれる方が号泣ってこうだよねとか、うんうん、曲のね、はい、スタッフさんが言ってくれたりすると、あそうなんだ、じゃあそういう風にやんなきゃいけないんだっていう使命感とかで、うん、勝手にこう縛ってたんですけど、うん、今また再結成おめでとうございます、はい、もうそんなんどうでもよくなってくるとやっぱ楽しいっすもんね。うーん、まあ、塩谷さんもそういった使命感、はい、やっぱり怪談がすごいから、はい、そうするとやっぱり塩谷さんの怪談ってこうだよねとか、こういう部分いいよねっていう人が多分たくさんいるから、あじゃあこうやってやんなきゃやってかなきゃっていう期待に応えようっていうね、そういうものがちょっとこう苦しくなってたところがあったんだけど、うんうん、じゃあこのチャンネルに来て、うん、あ楽しいっていうふうに思ってもらえたってことでいいですか？ああ、もうまさにありがとうございます。いや、それってだってだいぶすごいことじゃないですか、それ気づくって、うん、はい、だとしたら今ぐらいのありがとうございましたじゃないですか。いや逆に、あそれぐらいのありがとうございましたなんだって思っちゃいましたけど。いや、どうしよう、違います。どうしようじゃあすいません、その気持ちをですね、はい、今特別なカメラここで今、はい、白谷カメラ作りましたんで、はい、じゃあちょっと、はい、いいですか、いただいてその気持ちを、はいはい、お願いします。本当にありがとうございます。意味が分かんないんだけど、いや何なのこれいやでもこれ本当にそうなんです。何なんだよもう本当にそう、はい、ね、こういう、ね、人だからちょっとなんか階段がすごすぎるがゆえにこの人の人間ってどんな人なんだろうって興味が湧いてきちゃうから、でもそれっていいと思いません、うん、ね、はい、階段師っていう、ね、素晴らしい部分があって、それだけが もちろん評価されてそれが好きな方がたくさんいるんでしょうけど、それで階段師白谷渡のファンです。でもやっぱりこういう人間が出てくるとなんか白谷渡のファンになってくるっていうか、ね、そういう人に僕はどんどん増えてほしいなっていうふうに思ってるので、だからなんかその意地悪みたいなことをして本当すいませんでした。意地悪が心地いいのはどうすればいいですかね。それはあなたの性癖なのでそれはほどほどにしていただいて、あ、そうですか、はい、それはぜひ奥さんにだけ向けていただきたいと思います、はい、こっちはいっぱいいっぱいになっちゃうからね